国道230号線を左折します。正面のハゲタ山が今日のターゲットです。硬い石の山、硬い石山に登ります。この先右側にトイレがあります。登山口にはありません。硬い石山は一部が採石場となっており、どんどん切り崩されていて、登山道から立ち入り禁止となっている場所があります。皆さん、こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。もう少しで登山道入り口です。車があるということは、もう登っている人がいるんですね。雪解けの、水を集めて林、豊平川。つれづれ案。登山道入り口から、豊平川の清流を眺めて心を清め、いざ、出陣です。今日登る硬い石山は、昨年一度登っています。標高は397メートルと、めっちゃ低い山ですが、登るのはめっちゃきつい山です。そのきつさに、昨年投稿した動画のタイトルに、初心者不適とまで書いたほどです。登山を始めて間もない頃のことで、1年で40座をこなした今はどうなんかな。ということで、足を奮い立たせて、いざ、進軍です。ここが正式な登山口です。今回は西回りから登って、東回りで降りてきます。例によって、3倍速発動です。ここから登りがきつくなってきました。登山道はしっかり踏み跡がついた一本道で、迷う心配はありません。早くもジェイハーと、犬の息になっています。動画ではわかりませんが、心臓は早金を打つようにバクバクしています。サポートロープが貼られています。サポートロープは、あくまでも補助として利用し、全面的に体重を預けてはいけません。観音岩山のサポートロープのそばには、ロープに頼るなと貼られています。要するに、そんなに信頼されても期待に応えられんわということですね。景色を撮影しているように見せかけて、ちゃっかり休んでいるウープ主です。
もう、バッテバテ、ジェイハージェイハーです。木を乗り越えるステップがつけられています。親切ですね。路面ばかり映っているのは、下を向いているせいではなく、急斜面だからです。
峰と東峰の分岐です。まずは西峰へ向かいます。倒木が通りやすいように切り替えてあります。親切ですね。うやって登山道を整備してくださる方がいるおかげで、ど素人でも安全安心に山に登れています。感謝ですね。西山西峰353メートルに到着しました。テーブルとベンチがあります。周囲の景観が開けていると最高なんですけど。次は中央峰に向けて出発します。ウィキペディアによれば、片石山は三角点のある東峰は標高371メートル、中央峰は397メートル、西峰は3253メートルと、三つも高さがあります。西回りコースとの分岐に戻ってきました。東回りコースに進みます。
風が強くなってきました。ちょっとだけ景観が開けました。正面に見える平たい山は無稲山だと思います。片石山本峰397メートルに到達しました。ここにもベンチテーブルらしきものが設置されています。周りは樹木が茂っていて、眺望は全くありません。あとはまっすぐ下るだけです。片石山の大奈良です。樹齢400年だそうです。威風堂々としている姿は、主の貫禄ありありですね。安全に登山を終われますように。大奈良様に別れを告げて、下りを急ぎます。
見るからに急降下です。気分は97式艦上爆撃機です。ここを車先生の柔道技、地獄車で降りたら、あっという間に登山口に達しますね。三角点のある山頂371メートルは、表示の通り立ち入り禁止となっています。ここから先に行くと、採石場を見渡せますが、立ち入り禁止なので残念ながら涙を飲んで諦めます。ここからは下り急斜面一直線になります。画面では大したことなく見えますが、実際はめっちゃきつい下り傾斜です。下りは足を滑らせないように、慎重に歩を進めます。今下っている東回りコースは、中央峰まで休みなしの上り急勾配の連続です。木々の間から石山方面の街並みを眺望できます。
山口に戻ってきました。片石山は、昨年に続いて今回で2回目の登頂になりました。低いながらも、初心者には手強いキツキツ山で、シーズン初めのウォーミングアップとして登山を決めました。昨年と逆コースで少し楽でしたが、次回はまた鍛錬コースを登るつもりです。これでこの動画はおしまいです。最後までご視聴ありがとうございます。また、次の動画でお会いしたいと思います。今日もヒグマに会わずに下山できてラッキーでした。札幌は今年も、人間の居住圏でヒグマの目撃情報が多く寄せられています。常にヒグマとの遭遇を念頭に、怠りない対策を講じて登山に勤しもうと思います。今シーズンの一座目をクリアして祈祷します。では、バイバイ。